はい、ここは日本橋です。ま、戦争でこれ生き残ったんでしょうね。古い石積みの、アーチ橋があるんですよね。ここからの船が出るんですよ、遊覧船が。さっきね、ここはちょっと、まあ、なんていうのかな、ここにトイレがあって、日本橋の、たまにここ寄るんですけど、東屋じゃないけどね、ちょっとした展望台というか、ちょっとした、こういう、ここが日本橋の三越、銀座線半蔵門線の三越前駅で、ここが三越のビルで、で日本橋ですよね。で、桜の木があって、で、日本橋魚市場発祥の地という碑があるんですよね。でそこにこういうこう物見櫓じゃないけど、ちょっとしたこう休憩スポットがあって、ここでだいたい私は発泡酒とか、今ドライなんだけど一杯やるんですよ昼飯食べようかな。だから日本橋っていうのは昔からその今でいう築地のような魚河岸があったんですよね。で魚河岸があったとね、塩干物、まあ、江戸が急速に発展して海に近い埋め立てで江戸ができたんで、どん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 近代的になる、そこにこう、食料が必要になる、ここが築地ができる前にこの日本橋が魚河岸でにぎわったんですよね、はい、ここは大正13年に被災して関東大震災の後に、現在の築地に移ったということで、以前はこういう、魚河岸で、ここが東京の魚の、集まるところだったんですね。という日本橋、魚市場発祥の地ですね。なんか書いてるけど読めないわ。でここにね、こういう小屋があるんで、ここで一杯やるわけよ小鳥がチュンチュン鳴いてね。ここはこの花を手入れしてあって、小さな花がねこういうこうチューブラリになってて、いつも咲いてるから多分手入れをずっとしてるんですよね。今は菜の花と、これはなんだ、だからパンジー、うん、そんな感じで、よく人が来るんだよねここはね。で小鳥が飛ぶの結構、あ、出た出た、あれだ、これは帰ってきたのか、今着いたんだ、行ってらっしゃいって言おうかと思ったけど、これね東京湾海まで出てぐるーっと回って帰ってくるんだ、帰るんだって、みんな危ないから座って待ってくださいって言われたんでしょうね。おとなしく待ってるわ、日本人は本当におとなしい。あ、出るのかな、ついたんでしょう。はい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 。川の流れがあるから。はいはいはい、おりますね。結構年配の人が多いね。で東京オリンピックの時にこういう高速道路がだいたいもう急いで作らなきゃいけないから、急いで作らないといけないっていうんで、
用地買収だの何だのしてる暇がないっていうから、だいたいこの川の上にこんな形で、まあいびつといやいびつですよね、大急ぎで作ったわけですから、首都高はね。だからこの首都高を補修ももう限界だから、どうしますかっていう時期に来てるんで、東京はまた様変わりを見せるわけですよね。まあ、環境保護活動なんかをしている人はもう首都高を取っ払って川を復活して景観を良くさせろと言ってるし、まあ、交通のことを考える、いわゆる政府側はどう考えるかっていうことなんだけど、ここね象徴的だと思うんですよね。戦前の建物があって、ここ本当にこの日本の象徴的な場所ですよね。何か気にかかるのはこの戦前に建てた情緒あるこの日本橋が、東京オリンピックの時に、いきなりそのまあ結構無茶ですよねこれやり方。いきなりもう日本橋をこう蓋するように高速道路を作ったと。当時日本橋のこの周りで風情を大事に思ってた人は、オリンピックだなんだってむちゃくちゃすんなよお前、とんでもねえって思ったでしょうね。まあでも当時は、まあ、1960年代ですか、私が1962年生まれですけど、まあそんなことを政府に言って逆らってもしょうがなかったんでしょうね。やるんだって決めたら、用地の接種だから民間所有地を通ったら、ああだこうだ言うので、しょうがないから川の上を通すんだ、だから文句は言わせないっていう、そういう感じですよね。まあ、だからむちゃくちゃはむちゃくちゃなんだけど、まあ、だからその当時今からもう50年前ですか、もっとか、60年前になるのかな、今2020年だから2018年、オリンピックは1964年なのかな、まあ40数年経ってるわけですよね。多分あの桜は、この桜はね、その頃に植えられた桜を見るとよく年数が分かるんですよね。40年生ぐらいなんだろうなと、魚河岸、まあ大正時代に関東大震災で、ここにあった魚河岸が築地に移動した、それが大きなまず一つの改革で、その次に第二次世界大戦があったんだけど、この日本橋の橋は生き残ったと。で1964年ですか、オリンピックの時にこうやって首都高ができたと、非常に象徴的なところですよね。で私が時々集団的知性、集団知っていうものに言及するんですけど、ここは象徴的な場所で、まあ結局集団知、集団的知性、今の忖度だとかおもんぱかるだとか空気を読むだとか、そういうことでずっと日本は何だのかんだの言って発展してるんだけど、この近代的なビル群、この向こうは東京駅新幹線ですからね、近代的なビルがあって首都高があって戦前の日本橋があるで、日本橋の魚河岸のモニュメントがこの下にあるということで、さっきまでここに小鳥がいてチュンチュン鳴いてたんだけど、まあみんなその時その時の理屈で都合をつけてやった結果、今現在の形があると。だから集団知性っていうのは、集団知っていうのはその場その場でみんなが一生懸命考えて自分なりに積み重ねてきたことが結果として融合すると、あたかもこんだけすごくね大きな都市を、理路整然と計画的に作ったように見える、大きな力が働いたように見える、だけども実際はね
だけども実際はもうまあ行き当たりばったりって言っちゃなんだけど、そんなに大きな計画があるわけじゃなくて、その時その時の計画でもって、みんなが作っていった結果こういうものができたということですよね。結構この草花は手入れがその時その時いると思うんで、結構今日気になるんだよねだからこうやって花咲かせるためには2、3ヶ月前に仕込むんでしょうかね。でこう雨に打たせて、咲かせるっていうようなことなんでしょうかね。でこれは春の花だから多分ね、夏に年に 3,4 回これ入れ替わると思うんですよね。いつもね何かこういいかいい感じになってんの。はい、ということで、私は今ストロングドライ、お疲れ様です。疲れてないか。今日は昼約束があったのがなくなったから明日にずれて文章まとめてくれと、で要点はこれとこれとこれだって聞いたんでね、もうあとこれからまあガスとかどっかファミリーレストランに入ってノートパソコン、あそこに荷物があるからこれ持ってね歩いて、もう暑くてもう今日は30度ですか、もう全然ポロシャツで OK だから気持ちがいい。これは、大阪の夏の参議院選挙の時に買ったポロシャツですね。暑い時はこれ大阪の参議院選挙思い出す。あれはむちゃくちゃ暑かった。みんなよくポスター貼ったよ。あれはあの選挙はねあんまり点数は取れなかったけど、あ、まあ、もちろん無所属の中では一番点数は取ったけど、票はね、それは政党の公認候補には勝てないからね、無所属はなかなかね、どっかの有名な人じゃない限りはね。まあでもよく票も出た方だし、ポスターはよく貼った。あれは僕も貼ったけどみんな貼った、素晴らしかった。あれは8割ぐらいは貼ったからね。大阪府何万円あったんだあれ。ポスターね1万枚ぐらいあるんだと思うよ、掲示板が。だけどそれをあれだわ、8000枚以上は貼ったね。あれはすごかったわ。みんな結構船があるある。日本橋クルーズって、帰ってきたんだ、ね、こっちも、みんな麦わら帽かぶって。昔ね木曽川かな、岐阜県のね、天竜川の船下りにこういう今みんなが麦わら帽をかぶってんだけど、このヒノキの傘をね作ってそこに出して売ってたのが高知の私のヒノキ傘屋なんですよね。こういう今日本橋ですけど、昔天竜船下りの日よけの傘を作って売ってたというか、この天竜川にこう荷物を出してたのがうちの高知のヒノキ傘藤島ヒノキ傘商店っていうんだけどね。だから選挙で挨拶するときは お世話になります、元山町のヒノキ傘製造販売藤島利左衛門の孫藤島、源氏の息子藤島俊久でございます、一票よろしくお願いしますというのは昔馴染みのあるところにはね、そうやって藤島のヒノキ傘屋でございますというのが、それが僕の演説だから面白いんです。それがね、いやランチ食べようと思ってずっと探してというのはネットでこう日本橋のこの北を見つけたんだけど、今日は休みだった、日本そば屋。ここはほらもともと魚河岸だから今でもね鰹節店が残ってるんだよ、高級鰹節店。
このね黒いビル、ここにある黒いビルはスターバックスなんだけど、このスターバックスの向こう側に鰹節店がある。でいくつか鰹節店、干物屋とかあるんですよ。こんな土地、まあ昔からやってるから、あのテナントを借りてないからできるんであって、すごいよね。だからその高級鰹節店がいくつもあって、鰹節問屋があるんだけど、その鰹節問屋がやってる日本そば屋があると。それもあの立ち食いで290円だと安いって言うんで、聞いて、探して行ったの。探したんだけど今日は定休日だった、で明日行く、またブラブラ歩いてたのよ。いろいろ仕事のこととか考えながらね。さっきもあの途中で花を見ながら、そしたらあの石骨院、ここは石骨院だよねと言ったおばさんが出てきて、あこの花あなたが育ててるんですかって言ったら、そうですよって言って、万両すごい大きいですねって、こんだけ大きくなると鳥が食べないのよみたいなね。面白かった。あのビル売ってもらおうかなとか言っていや僕はほらお金はないんだけど、あのこのビル売ります、じゃあ買う人紹介しますよと。で何か交渉事があったらその間をコンサルタントで、コンサルティング業務で取っていきますよということなんで、まあ年にね1回や2回あのまとまったら大きな仕事になるし、それは専門でやってるということにはならないんですよ。高知のあのホテル売買したでしょ、あれもね別に私は不動産業者じゃないんだから、まあ手数料取らなかったからね、あの時はね。代わりに社長になってくれって言うんで、ああいいですよって言って社長になっただけだけど、まあ、それで後で裏切られたけどね。ああ気持ちいい。ちょっとね明日寄付金を送ってくれる人が連絡が来たんで、ああちょっと安心して。で親父がねあの金曜日に、ちょっと5000円かな、今チェックしたら、あの親父の、僕と親父の共有の郵便口座があるんですよ、親父の名義だけどね。それをキャッシュカード僕は持ってるから、親父が僕にあのお金を送ってくれるわけね。84歳、あれはもう85になったんじゃないかな、まあ親父が仕送りしてくれてるわけで、私ももうあの早くまとめないとダメなんですよね。まあなんとかなんとか食いつないで、まあこうやって僕があの今物件のそばなんだけど、この日本橋界隈に物件があるんだけど、いろいろ交渉事があるんですよ。隣のビルがこういったとか、オーナーがどうとか、テナントがどうとか、まあそういうことをね私が聞いて、あっちこっちこう連絡を取って、で僕はあの初対面の人だろうが、どんな人だろうが、誰とだろうが、あの本当に普通に、あそうですか、はいって言って、あ私藤島といいます、この件ですかとか言って何でも話できますから、まあ珍しい生き物ですよね私はね。はい、真面目な話もできるし、ぶっちゃけた話もできるし、ヤクザが絡んできても、えあなたに用事はないんですけど、私にご用事ですか、じゃあ一緒に警察行きましょう、どうぞってこう言いますからいや本当に。で今あのヤクザもね、俺はヤクザだとなんて言わないから、昔みたいに。昔はそうやって言われたことは何回もあるけどね、政治家の秘書の時に。今のヤクザとかあの暴力団とか、今反社会勢力としか言わないけどね、もうあの顔を出してこないから、でごちゃごちゃ言い出したら、あそうとか言って、僕は何か悪いことしたの、じゃあ一緒に警察行こうって言って、はぁって言うから、僕いやいやいや行こう行こうって、何か文句あるんでしょ、行きましょう、俺警察仲いいから、うん、俺の言うことは何でも聞いてくれるからって言って、ね、行こうよって言って引っ張っていくから、俺、大宮で選挙してる時もそうだけど、もうごちゃごちゃ言うやつ言ったら、あじゃあ交番行こうって言って引っ張っていくから、それでいいね。だからもうあのまあ生意気だからって言って、殴られて蹴られても全然別にそのぐらいのことはどうでもないです。
じゃあ、まあ、命取りますよって言ったって取りゃしないから。なもの、あんた俺の命取ったって一斉にもならない犯罪者として追いかけ回されるだけなんだから、もうそんなことしないっての分かってるから、だからあえて挑発もしないけどね、だからこそあえて挑発もしない、ごちゃごちゃ言ってきたら、あ、これは筋の悪い人間かなと、反社会の人かな、もしかしてヤクザとか昔言われたルートの人なのかな、その人がやけにむちゃくちゃ言ってくるなって思ったら、それはね、チンピラだから、もうちゃんとした反社会勢力の人は変だけど、もう何にもそんなこと言わないから、かえって距離を置くからね。ダメなのはね、本当に若い、何でもない普通の小僧、ちょっと生きがってるのがガチャガチャ言ってる、そいつらはもう理屈もへったくれもないから、そいつらは下手に、挑発すると本当に手に持ってるものを何でも使うから、自分では武術の経験もへったくれもないんだけど、素手ならね、まあそんなに致命傷になるまでのことはないから、どうとでもなるんだけど、まあ、刃物とか出されたら困るからね、まあ、そういう若い人はあんまりこう追い詰めないように、結構揉め事あるんですよ、こうやってずっと旅しててホテル泊まり歩いて、しかも 安宿でしょ、いろんな人間がいて、みんないろんな事情があって金もないわけよ、みんな。そうするともうイライラして喧嘩にもなるの。まさに昨日今泊まっているホテルか、カプセルなんだけど、この近くというかちょっと歩いたところなんだけど、イヤホンがないわけよ。で、まあたまに使うんだけど、そこはね、小さくしてテレビをしてると、テレビ消せって言うわけよ。はぁって言って、テレビはお前んとこもあるし、俺んとこもあるんだけど、俺は見たいから見てるんだよって言ったら、うるさいって言うわけよ。いや、これ以上小さくしたら俺が音が聞こえない、イヤホンがないんだからね、ここはって言って、で、いいから消せとか、なんとか、バカかお前はとか言うから、おい、そのバカってなんだ、ちょっとこっち来いって言って、そこはほらカプセルルームだから、いいからこっち来いって言って、下に降りてこい、フロントの前に行けって言ってんで、そこで大声出してね、まあ、俺はほら割とこう周りに気遣うからね。まあ、フロントの前行ったら普通の声で、まあ他の人間から来たら怒鳴ってるように聞こえるんだね、俺が普通の声出したら、なんだそれはとかいう、そのぐらいの このぐらいの声になるからね。で、誰がバカなんだみたいな、もう文句言うのはいいけど、その言葉の尻にバカだアホだつけるのやめろよって、揉め事起こしたいのかお前って言うと、はって言って、いや、そのバカだアホだ言ったことは謝りますかと、おう、ね、なんでテレビがうるさいんだとか言ってね、で、嫌ならよそのホテル行けと、ここはイヤホンがないんだからってみたいな、揉め事でもないけど、で、じゃあフロントの人がまあまあまあとか、じゃあどちらか部屋変わってくださいって言うから、その僕と上下だったわけよ、での若い子が部屋変わりますって変わったわけ、あ、そうとか、はいはいって、まあ、そんなのね、普通の人間だったら逆切れしてはーとか言って、なんちゅうの、それこそ喧嘩腰になるんだけど、僕は今喋ってる通り、この顔のまんま声がでかくなるだけ、あんだーとか言って。本当に迷惑なぐらい声でかいからね。だから、ラグビー、まあ、何回も言うけど、ラグビー部で15人合計30人プラスレフリーでごちゃごちゃやってる時に、そこだとか言ってね、そこだパスとか言って、もう言葉をミサイルみたいにポーンとね、ね、前とかね、蹴れとか言ってね、指示を出すから、声はやたらでかいね。こうやってあんだとか言ってね、まあ本当に若いうちからラグビー、野球やって、ラグビーやって、男の世界でガチャガチャやって、女は俺は弱いけどね、男には強いよ、もうでかかろうがなんだろうがもう関係ないからね、まあ、叩き合い殴り合いしたら負けるけどね、よく負けた、しかも自分のラグビーチームの若いやつに殴られて、
転がされて蹴られて転がされることが多かったよ。もう真剣になってみんなやるから本当にブチ切れるわけよね。そうするとみんな力が強いフォワードでこんな硬いがでかいやつが思いっきり殴ってくるわけよ。で中には蹴ってくるやつで俺は転がされるわけよ。ほんで周りのやつが止めたりしてね。まあでもそのぐらい別にどうでもいいわけよ。やりたきゃやってみろっちゅう。でまあやってきたからね。で後からすいませんでしたって謝ってきたの。お前な、俺を殺す気か、お前、ええかにしろとか言って。本当に喧嘩したらでかいやつには負けるのよ。もう分かってんだけど、素手ならどうっちことないの。とことんやりゃいい。この昼の一杯がうまかった。おかげさまで、明日の月曜日になったら、朝、ちょっと入金があるというんで、安心して、これは贅沢じゃなくてもうお昼ご飯代わりだからお腹張った。これほらなんだ、もう来るんじゃったけど、アメリカンドッグがお昼ご飯、それでドリンク、両方で280円か違うな、140円と、あ、これアメリカの100円だもんね。だ200、あ、違う違う、140円か、アメリカの280円か。これ当たりがあるといいんだけどね。ないか。で、おしぼりも使ってね、今日のランチは、280円で、ちょっと日本橋で、集団知性、云々について語りましたけどね。まあ、ほらほらほら、みんなこうやってるわけだよね。こんな個人のよと思ってる、ボート思ってる人はすごいよね。日本橋クルーズ。結構1時間に1隻ぐらい、1回出たら1時間ぐらい回ってくるのかな。そんな感じですね。さあ、これもどっかコンビニで。東京はほらコンビニはどこでもあるから、こうやってちゃんと始末してね、もちろん、コンビニとコンビニで、始末買ったら次のコンビニで捨てるわけね。はい、じゃあちょっとこの辺りまた歩いて、パソコン作業ですね。夜ちょっと放送できるかどうか分かりませんけど、また時間があるときによろしくお願いします。じゃあ行ってきます。